朝の生放送の番組 MC を務めている神田正輝。体のメンテナンスとし番組を9週連続休んでいたが、最近復帰したことが大きな話題となっている。激痩せで体調を心配する声が上がっており、神田本人は激痩せの理由についてファスティングの影響だと話しているが、それは建前で、休養中に入院し大腸の手術を受けてたとされる。愛娘を亡くした後も気丈に番組の出演を続けてきたが、次第にその気力さえも失われつつあり、もう仕事しなくていいと関係者に漏らしていたよう。独り身の神田には長年のパートナーのような女性がおり、入院中はその女性にサポートしてもらってたという。